響いてくるのさ。雲が湧いて風が吹けば聞こえてくるでしょ、あのビートが。Come on, listen to the Narugami sound。 Good funky music。 Narugami sound。 Good funky music。 Narugami sound。 Good funky music。 Narugami sound。 Have a good time。 Hit me。栄えた社でカーニバルもあったと聞いた。今では誰も通わぬ参道、時々誰かが花をあげるだけ。 Come on, listen to the Narugami sound。 Good funky music。 Narugami soundThank you.
とベース石川ピカです。よろしく。
ましょう。Happy and lucky. なるがみです。暑いですね。大丈夫、水分補給してね。意外と日差しが強いですね。散歩市行ったら熱中症になりましたっていうことにならないように、水分補給しながら楽しんでください。おいえい、それじゃあ矢継ぎ早に、参ります。なるがみ最大のヒット曲ね、そろそろね、あの次のヒット曲出したいかなと思ってますけどね、何しろ、皆さんによく知られているなるがみ最大のヒット曲です。聴いてください。元気なばあさん。
仕事のことばかり。つまんないつまんない、会社辞めればただのジジイ。お前元気なばあさん、元気なばあさん、元気なばあさん、俺は寂しいじいさん。どうもありがとうございます。行く先あちこちでこの曲をやりますと、女性の皆さんがニコニコになって元気いっぱい、聞いているお父さんたちはだんだん首がうなだれて元気がなくなるっていう傾向がありますが、そんなことないです。お父さんたちも頑張りましょう。僕たちもお父さんだね、みんなで頑張りましょう。でもやっぱり女性がニコニコしてた方が世の中丸く収まりますよね。丸く収まったかどうかちょっと分かりませんけれど、今回ちょっと、うちのバンドなるがみは大所帯になっています。普段はトリオ編成でシンプルな編成でやるんですけれども、昨夜こちら同じ益子で、ずっとねもう1週間2週間やってるのかな、ひじ祭っていうお祭りが行われてます。で、昨夜なんですけれども、そのひじ祭のひじ舞台というところで、とっぷり日が暮れて月がこうね上がってくるようなところで、僕ら出演枠があったもんですから、この散歩市のこのステージと、昨夜のそのひじ祭のステージと、2日連続でステージがあったものですから、せっかくやるんだったらということで、今回はちょっと 大増量セール中で、強力な助っ人を頼んで、具合が良かったらこのままうちのバンドに入ってほしいなって思うぐらいですけれど、先ほどね1曲目で紹介しましたけれど、ちょっと順番に紹介していこうかなと思います。まずねこちらから、オンサクソフォン、サダ、かっこいいでしょね、おっとな。その後ろ側にいますけれど、鍵盤ね、きらびやかな音でね、どうぞこちらも温かい拍手をお願いします。オンキーボードミスターボボ、ね。九州に巡業の折はミスターボボじゃない名前にしないといけません。まあいいや、それでは、こちらの真ん中ね、ドラム叩いております、オンドラムス金指のりお、そして、こちらでギターを弾いているのが、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、こちら益子の住人で、焼き物なんかも作っております。うちの鳴神の曲、作詞作曲、うち今の全曲オリジナルでやってるので、鳴神の曲作詞作曲ずっとやっている、リーダー、オンギター太田幸宏、ありがとうございます。ということで、鳴神っていうとかなり活動の期間がずっと長くて、益子ではかなり知られたバンドなんですけれども、随分メンバーがこう入れ替わりまして、メンバーが随分変わって、心機一転、というふうに動き始まったところ、今年になったら結構いろいろな動きがあります。まず最初に宇都宮の、中心街の商店街、オリオン通り商店街 の公式 PR ソングっていうのを手掛けることになりました。それで、CD 化されて、今現在、今リーダーが持ってますね、こちらの CD なんです。2曲入っています。2曲入って税込みでなんと500円、お買い得ですよ。これね、商店街に行かないと買えないんですね。あ、今日いっぱい持ってきてますか、うちは。あ、いいですね、たくさんありますよ、たくさんあります。ぜひお帰りの際にはね、1枚と言わず2枚ぐらいお買い求めいただけるとありがたいなと思っております。ということで、オリオン通りのその PR ソング、こんな曲だっちゅうのをちょっと聴いていただこうかと思います。2曲あります。どちらも似たようなタイトルです。でも聞くとねサウンドが全然違うので、まあお好みで、どちらも好きっていう方もいれば、最初の方が好きとか後の方が好きとかいろんな人いますけど、好きな方で楽しんでいただければと思います。ではまず、オリオン通りっていいよねから。
市町から江の町まで心を包むアーケード感じでしょ、ね、でもう一曲あります、ここで聞いたから CD 買わなくてもいいなとか思ってませんか？大丈夫ですか？すいませんね、だんだんね年取ってくるということがえげつなくなっちゃってね、あまりお気になさらないように、ステージ上で勢いで言ってることですからね、それではもう一曲オリオン通り関連で聞いてください、オリオン通りへ行こうよ。オリオン通りで待ってて
的な場所があるんだ。ガマガマ鯉が泳いでいるかな。二人の恋も生まれそう。広場でジャズが聞こえる。この街オリオン通り、みんなの真ん中オリオン通り。ありがとうございます。そんなわけで、今年の前半戦はすっかりオリオン通りの話題で、いっぱいになりました。オリオン通りのイベントなんかにもよく呼ばれて、宇都宮のど真ん中で演奏するようになっているんですけれども、まあその、ついでといって、ごめんなさい、ついでじゃないよね。あの勢いがついちゃったもんですから、あのせっかくなんで毎年ね、あのやってる益子散歩市、このイベントです。益子散歩市、このテーマソングもやっちゃおうかな、なんてね、頼まれてもいないのに、オファーもないのに、散歩市のテーマっていうのを作ってみました。でやってみたらね、あの意外に感じがいいんですよ。あの先ほどからね、あの転換の合間によくかかってるやつです。あのマーシーコってやつね。あのなんか皆さんこれ一回聞くと覚えてしまって、なんかあの昨夜は、なんか夢にまでそのマーシーコが出てきた、なかなか眠れなかったというお叱りを受けたぐらい、 あっという間に浸透する大変な曲です。一度聴いたら忘れられない、一度聴いたら買ってしまおうかと思ってしまうような曲になります。まだこれはレコーディング、進んでないので、もうちょっとしてからですね、CD になるかと思うんですけれども、それでは、益子散歩市のテーマ、私もやってきた益子散歩市、焼き物の里、今日も一日楽しく過ごしましょう。よく会う人も見知らぬ人も、考え方や好きや嫌い、今日は忘れて、いろんな素敵が待っている。バンドスタンドの準備は OK、 これから少し盛り上げるぜ。マーシーコ、マーシーコ、マーシーコ、
た。マシコ散歩市、焼き物の里、今日も一日楽しく過ごしましょう。マシコ、マシコ、マシコ散歩市、マシコ、Everybody マシコ、Get together マシコ、Let's sing a song さ、散歩市。すごいでしょ、3日間もね、朝から晩までね、出店者の皆さんごめんなさい、ずっとみんな聞かしちゃって、でももう覚えたでしょね、一回聞いたら覚えちゃうんだ。それではPR ソングみたいな感じで今年はねちょっと動いてきてるんですけれども、さらにその先に動いていこうということで、宇都宮の中心部花和田なんですけれど、花和田町にビートクラブっていうライブスペースとレコーディングスタジオを兼ねた、場所があります。ここが元は電気屋さんだったんですけれども、レコーディングスタジオっていうにちょっと衣替えをして、ちょうど15年ということで、今年は15周年にあたるからその記念のコンピレーションアルバムを作りたいと、スタジオに出入りしているいろんなミュージシャン集めて、今までに2回3回というふうにコンピレーション、それぞれ曲を持ち寄って1枚のアルバムにするっていうアルバム作ってきてるんですけれども、今回その15周年記念してっていうことで、2枚組のアルバム作りました。でそれにその参加してほしいということで、うちも話をいただいて、それは面白い話だからやりますと、載せてくださいと、ね、やりますよと言ったんですけれど、実はお題がありました、無条件じゃなかったんですね。2枚組で1枚の方は普通にいつもの自分たちのオリジナルをやればいいだけなんです。これはもう楽勝ですよ、ね、自分たちの曲だから。もう1個はお題があって、テーマです。これをテーマにしてやってくれと、出されたテーマが、皆さんご存知かと思いますが、盆踊りのシーズンになると毎晩のようにどこからか聞こえてくる、日光和楽踊り。この日光和楽踊り、こんなに盆踊りのね、どんつかたんピーヒャラピーヒャラ、あれですよ、あれうちのバンドでどうやってやろうかって、みんなでちょっと頭抱えました。頭抱えたんですけれども、まあ自分たちなりにやるしかないなということで、他のバンドさんもそれぞれ持ち味発揮して、すごくいい演奏、素晴らしい内容を収録されています。こちらはですね、なんと Amazon でも買えます。 Amazon.jp でも買えちゃう。2枚組で、2000円税別で Amazon だと買えます。他に送料もかかるかもしれません。うちから直接買っていただきますと消費税はおまけしちゃいます、ね、2枚組で、2000円ポッキリ、安いな。あ、安いかどうかはまあ別として、まあ、聞いていただけると、ね、分かると思うんですけれど、まあ、そんでその中でうちのバンドなるがみがやった曲ありますので、この和楽の曲をモチーフにした曲ありますので、
それを聞いていただいて、本日の鳴神の枠は終了ということで、かなり長々とやるかもしれませんので、気楽に聞いてください。多分ね、途中で一回トイレに行って戻ってきてもまだやってますからね、しつこいですからね。もうタイトルもしつこいですよ、長くてしつこいタイトルだね。あ、ちょっと業務連絡です。ホブラシスターズのリードボーカルの方、お車の移動をお願いいたします。申し訳ありません。あら、ホブラ、ホブラのお姉さん、お姉様、ま、いらっしゃいますか。聞こえないかな。ホブラの、ホブラシスターズのボーカルのお姉様、ま、お車の移動をお願いいたします。大丈夫かな。なんか日が良すぎないですか。もしもし、ホブラシスターズのお姉さん、ごめんなさいね、楽しんでるところ、お車の移動お願いします。とりあえず動かしてほしいそうです。僕ら演奏始まるともうあと業務連絡届きません。誰かこれ聞いた人、ホブラのお姉さん見かけたら車の移動って言ってましたよって教えてあげてください。お願いします。それじゃあ最後の曲になります。聞いてください。タイトル長いよ。これはタイトル一回聞いて覚えられないかもしれない。色即是空、鳴神極楽。
すげえ。踊れる人踊っちゃってください。欲望願望は解放したやつの勝ちです。恥ずかしいことないよ。お腹が空いたら飯を食う。喉が渇いたら水を飲む。眠たくなったら寝てしまう。腹が立ったら怒りましょう。でもみんなニコニコ、みんなニコニコが一番。気持ちを解放して、おいえい。遊びに来てくれました。マシコでキーボードやってます。イエーイ。紹介するぜ。今日はピアニカだ。拍手どうもありがとうございます。
ありがとうございました。ステージの上からすいません。